こんにちは、今日の切り抜きニュースは。いやいや、やりたいんだけど、いや向こうが嫌がってるからどうしようもできない。でも次の選挙に勝ってちょっと議席を増やしたら、はい、無視できない数になる。そうそう、その通りだから、本当に民意が決めんねん、皆さんが決めんねん。だからどこの段階で自民党なり他の政党がうちのとつきたいのか、うちとつかなくても NHK の受信料に関してはうちの党以外は全員賛成してんのよ。 NHK 素晴らしいって言ってんねん、金払えって言ってんねん。だからそれを変えて半分以上の政治家がそれを言い出したら終わるわけやろ。だからうちの党が全部与党になって変えるつもりなんてさらさらないから、このままNHK の受信料を国民に払えと言い続けたら、政党としてやばいと思った政党がうちと同じ政策を出してくるわけよ。うちとひっつかなくたとしてもね。だからもちろん自民党がうちとつきたいということになったら、うちとしたら自民党さんにはうちの公約通してねと、スクランブルしてねっていうことで合意するし、スクランブルするつもりがないのに合意するつもりはない。こんな感じです。もっと NHK の受信料問題に関心が集まればいいですね。そして本当にスクランブル化を実現してほしいですね。それではご視聴ありがとうございました。政党代表 YouTuber が NHK をぶっ壊す。